はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、容積率の緩和について解説いたします。容積率の緩和っていうのは、もう分かりやすく言うと、ある部分については延べ面積に入れなくてもいいですよっていうルールなんですね。なので、どの部分についてどれだけ延べ面積に入れないのか、これを頭に入れていただきたいんですね。で、今回解説するのは3つあります。1,2,3 ですね。この3つを頭に入れましょう。まず1つ目、共同住宅や老人ホームなどの共用廊下や階段、この部分については延べ面積に参入しません、入れません、含みません。またエレベーターの昇降路部分、これも延べ面積に入れません。昇降路っていうのはシャフトっていう言い方もするんですけども、まあ分かりやすく言えば、エレベーター乗った時のその床面積って考えてください。エレベーターの床面積部分ですね。これについては延べ面積に入れません。まあ延べ面積に入れないっていうのは参入しないってことですね。計算をする中でこれは含めなくてもいいですよっていう話です。では具体例を考えます。これ、アパートだと考えてください。で、アパートがあって101号室、これ50平米です。床面積50平米、102号室もこれ50平米ありましたと。で、廊下があって、廊下は20平米、階段部分は10平米、エレベーターは5平米あったと仮定します。これは上から見ていると考えてください。アパートの上から見ているですねって考えていただければと思います。で、これ1階部分なんですけども、この1階部分全部の延べ面積を考えたら、50+50でこれ100ですよね。で、廊下入れて120、階段入れて130、エレベーター入れて135、つまり1階部分だけで135平米あるんですよ、延べ面積が。でも容積率を計算する上で、この階段部分と廊下とエレベーター部分は計算に入れないんですね。つまり全体は135あるんだけども、容積率を計算する上での延べ面積っていうのはこれ入れないわけだから、100平米で計算していいですよっていうふうなルールになるんですね。これが延べ面積に参入しない、延べ面積に入れないっていう意味です。ここまで OK でしょうか。で、続いて3つ目です。地下の住居部分、地階の住居部分、まあこれ一緒と考えてもらってください。まあ地下室ですね。地下室で住居部分だから、まあ、人がそこに住んでいる部分、これについても実は一部延べ面積に入れなくてもいいんですね。一部なんで全部入れないっていうわけじゃないんですよ。どういうルールになってるかっていうと、住居部分の床面積の合計の3分の1を限度に延べ面積に入れなくてもいいですよっていうふうなルールになってるんですね。で、まずこの地階ってどういった定義なのか、まあ、地下室ですね。これはどういった定義なのかというと、地盤面ありますよね。地盤面。地盤面があって、ある部屋の天井部分、この天井部分が地盤面から1メーター以下の場合です。こっから天井部分までが1メーター以下の部分については、これは地下位って言います。まあ、そういった部屋ですね。地盤面があって、天井があって、まあ、床はおそらくね、この地盤面より下にあると思います。で、この天井部分が地盤面からこう測って1メーター以下の場合ですね。そういった部屋については地階ですよと。地下室になりますよっていう話です。で、ちょっとこちら見ていただきたいんですけども、わかりづらいかもしれないんですが、ここが地盤面です。ここが地盤面。で、ここの部屋の天井がここですよね。この部分ですね。だから、ここの間が1メーター以下っていうことなんですよ。ここが1メーター以下ですね。この部分。この部分が1メーター以下ですよって話です。なんで、ここが地下で、これ1階、2階といったイメージです。で、今回、ちょっとわかりやすいように、全部住居部分だと考えます。全部住居部分。まあ、人の家って考えてもらって大丈夫です。で、まず地下室の床面積は48平米。で、1階の床面積も48平米、2階は24平米だったと仮定します。
そうするとこれの合計っていうのは120平米なんですね。24たす48たす48をすると120になります。これが住居部分の床面積の合計です。で、これの3分の1っていうのは40平米なんですね。つまり40平米を限度に延べ面積に入れない、40平米を限度に延べ面積不参入だっていうことなんです。つまりこの近い部分ありますよね。近い部分48平米のうち40平米は延べ面積に入れなくてもいいわけだから、地階の床面積は8平米ってことなんですね。8平米で計算していいですよ、容積率計算していいですよってことになります。つまりこの建物の容積率を考える場合、地階部分は8平米で、1階部分は48平米ですね。で、2階部分が24平米、これを全部足すと8たす48たす24ですね。これ計算したら80平米。つまりこの建物の延べ面積は80平米として計算できますよっていうのが3番の内容なんです。この近い部分が全部延べ面積に入れませんっていう話じゃないんですね。あくまでも住居部分の床面積の合計の3分の1が限度なんで、この点だけ注意しましょう。で、今回お話した内容はよく出題される部分です。で、ちょっと注意しなければいけない部分がいくつかあるんですね。で、いくつかありますので、ちょっとこの点については個別指導で解説させていただきたいと思います。まあ、その部分が試験に出やすいって言ったらそうなんですけども、まあ、今言った内容は絶対頭に入れてほしいので、まず今言った内容は頭に入れましょう。で、さらにもっと理解を深めたいっていう方はぜひですね、個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。